フェンダーカスタムショップのレイト62ストラト、ダフネブルーをご紹介いたします。フェンダーは1960年前後ですね、カスタムカラーができるようになっておりまして、その発表されたカラーチャートっていうのがあります。その14色の中から選ぶことができたんですけれども、それは追加料金でねオーダーするんですけれども、14色あって、それとブロンドっていうのはあったんですけれども、そのデュポン社というね塗料の会社のカラーチャートそのまま扱っておりまして、その中にあったのがこのダフネブルーですね。ブルー系はダフネブルーとソニックブルーっていうのがあったんですけれども、ダフネブルーはちょっとね、ちょっと濃いめの青ですね。このカスタムショップは1963年当時の雰囲気を再現したレリック加工ですね。ちょっとクローゼットクラシックにも近いですけれども、まあ浅めのレリックという感じですね。全体の雰囲気を決定づけてるのはこのダフネブルーのちょっと焼けた感じのルックスになりますけれども、それに合わせたパーチメントのピックガード、こちらもいい雰囲気になってます。この63年ですというね言い切る形で、一番その目立つスペックはネックなんですね。でこのネック、こちらはですね、この指板がスラブボードマッターラに貼ってあるんじゃなくて、ネックの指板の R に合わせてこの指板が貼ってある、このラウンド張りになったのがこの63年の後期ということになります。こちらの指板のラウンド張りについては諸説ありますけれども、スラブボードっていうねこの真っ平らに貼ったままだと、この乾き具合でですね外にこう段差が出るというようなクレームがショップから出たという噂もあります。それに応える形でフェンダーはラウンド張りというのを採用して、木の収縮度の違いによって生じるこの指板のねずれを修正したというのが有力な説になります。この指板がですねローズウッドなんですけれども、このドットですね、これがクレイドットって言いまして、ちょっと暗めの色になっておりまして、これの特徴が63年を表しております。12フレットもしっかりこうワイドなねクレイドットになってます。指板の R は現代風な演奏にマッチするように、ここだけは 9.5R になっております。フレットの方はヴィンテージタイプのものが打たれています。ボディ裏ネック裏もこのようになっておりまして、ネックは素直な C シェイプですね、60年タイプの C シェイプ、そしてここはレリック加工で弾きやすくなってます。ボディのバックも適度なレリック加工ですね。ピックアップは3つシングルコイル、こちらもハンドワイヤリングの6063のタイプのヴィンテージタイプのピックアップが3機です。そしてシンクロナイズドトレモロ、これはフェンダー往年のフローティングでセッティングされています。トグルスイッチは 5way スイッチですね。こちらがネック側のピックアップ、そしてハーフトーン、センター、そしてハーフトーン、そしてブリッジ側のピックアップになります。こちらはワンボリューム、ツートーンなんですけれども、ボリュームはマスターのボリューム。こちらのトーンはネック側のピックアップとセンターのピックアップのマスタートーン。そしてこちら側のトーンはブリッジ側のピックアップのトーンになります。それではネック側のピックアップから音を聞いてみましょう。そしてネックとセンターのハーフトーンになります。
センターです。そしてセンターとブリッジのハーフトーンになります。そしてブリッジ側のピックアップです。本当に基本に忠実なストラトキャスターなんですけれども、この薄いですねローズウッドのラウンド張りというのはなかなか あるもんじゃありませんね。いい意味のこうチープさというか軽さの出る音になります。ピックアップも割と出力の小さめのものになりますんで、音作りやレスポンスを楽しむのにちょうどいいコンポーネントなんじゃないでしょうか。全体の重量も 3.42 キロ、取り回しのしやすいギターです。ぜひ一度お試しください。